はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はタンバリンの歴史について紹介していきます。以前上げた動画、ジャンベの歴史に引き続き、パーカッションの歴史シリーズ、第2弾ということでお届けしていきます。今回はね、正直かなりこれ、調べました。もうここ1週間ぐらいずっとこのタンバリンのことについてね、調べておりました。これが結構ね、古い楽器なんで、その宗教的な話とか、世界史的な話、性の話とかね、黒人の話とか、結構センシティブな、ところに触れそうなので、これ間違えらんねえなと思ってね、可能な限り、調べました。正直今でもあんまりよく分かっていないところは結構あったりするんですけれども、分かった範囲でね、僕がまとめたものを今回シェアしていきますので、どうぞ見ていってください。はい、このタンバリンという楽器、知らない方はね、おそらくいないんじゃないかと思いますけれども、これが一体いつ頃からあったのか、いつ頃から叩かれていたのかっていうのはご存知でしょうか。正解を言ってしまいますけれども、今分かっている範囲でもね、これっていうのは紀元前の1700年頃からあったと言われております。はい。約ね、4000年前というめちゃくちゃ歴史がある古い楽器なんですね。で、主に古代のエジプト、古代メソポタミア、古代ギリシャなどで使われていたと歴史書から分かっています。で、大体ね、メソポタミアだとバビロニアの時代、ハンムラビ法典がね、できたのが同じぐらいなんで、要するにむちゃくちゃ古いと。で、他の地域と比べてもね、そのあたりメソポタミアとかギリシャとかっていうのはすごく文明が発達していた、進んでいたので、やっぱりね、楽器が生まれるのも早かったんだと思いますね。で、いきなりこの形が生まれたのかというと、そんなわけはなくてですね、これの起源はやっぱりフレームドラムですね。フレームドラムってご存知でしょうか。木枠にただ皮が張ってあるっていうだけの太鼓。これフレームドラムというんですけれども、これが元ですね。ちなみにこのフレームドラムっていうのは紀元前の2700年頃からあったと言われております。こちらもっと古くてね、約5000年前と。で、これに、ジル。これを振ることによってガシャガシャ、シャンシャンなる筒のようなものがついてこのタンバリンになったと考えられます。で、どういう時に使われてたかというと、古代エジプトでは主に儀式の時ですね。宗教的な儀式の時に寺院の踊り手さんがこれを持って叩きながら踊っていたということです。で、エジプト以外でも、宗教的な儀式の時に使われていましたし、あと単純にね、踊りの伴奏として使われていたり、冠婚葬祭の時に鳴らすものとして使われていたようです。これはそんなにイメージするの難しくないですよね。特筆すべきはですね、これを叩いてたのが主に女性だったっていうことですね。で、今でもそのエジプトとか、中近東のあたり、こういうタンバリンとかね、フレームドラム演奏するプレイヤー、結構女性のプレイヤーが多い印象があります。で、これは僕の推測なんですけども、古代ではですね、やっぱこのフレームドラムとかタンバリンをね、月に見立てていたんじゃないかなと思います。なんかね、月っぽくないですか、これ。特にこのファイバースキンの座面の感じが月面っぽいんですけども、やっぱ古代ではですね、その男性を太陽、女性を月として扱っていた、象徴として扱っていたようですし、古代ギリシャ神話ではですね、月がイコール女神であると、言われておりますから、これをね、月に見立てて、女性が主にプレイしていたのではないかなと、安直に想像するわけです。で、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、なんと旧約聖書にもですね、タンバリンっていう記述が何回か出てきます。それよりもね、古い楽器なんで出てきても不思議ではないんですけれども、例えば、旧約聖書、詩編150の4、タンバリンと踊りを持って主を褒めたたえよといった感じでね、書かれています。で、それ見て、すげえな、タンバリンと、僕も思ったんですけども、よくよく調べるとですね、それっていうのは、タンバリンって訳されるようになったのは割と最近で、もともとはヘブライ語でトフ、タフといった、言葉らしくて、この場合のタンバリンっていうのはね、手で持てる太鼓っていった意味らしいです。なので、こういうふうに、ジングルがついた、こうシャンシャンした形なのか、はたまた、このフレームドラムのことを指しているのかっていうのは、実はね、定かではないということです。で、その後ですね、このタンバリン、ヨーロッパに入ります。で、ヨーロッパに入るのが意外と遅くてですね、1096年以降だそうです。西ヨーロッパから十字軍が、イスラムの方に、遠征する際に、その遠征の帰りにね、イスラムの国々からこのタンバリンを持って帰ってきたらしいんですね。あとどういう文脈かわからないんですけども、そういう演奏する人たちも一緒にこう、連れて帰ってきたと。で、そこで、ヨーロッパで一気にこのタンバリンが広まって、中世以降のヨーロッパですね、これ大人気になるそうなんですね。で、各民族が民族楽器としてこのタンバリンを音楽の中に取り入れたとで、それ以後はですね、各国の、各民族音楽の中でこのタンバリン使われていました。まあ、それぞれ国によってね、いろいろ呼び方が違います。レクとか、パンデレッタとか、パンデイラとか、カンジーラとか、まあ、いろんな呼び方、マイナーな違いがあったりするんですけども、基本的にはね、こういった感じ、皮が張ってあって、鈴のようなものがついているっていうのが、各民族音楽の中で使われていました。で、音楽史的に特に重要なのはやっぱクラシック音楽かなと思います。で、調べたんですが、クラシックで一番最初にタンバリンを使ったの誰だと思いますか？はい、これがですね、グリックのエコーとナルシスというオペラの曲だそうです。1779年。はい、割と最近じゃんって思いますよね。クラシックってなんか古いイメージありますけど、こっちはもう紀元前の話をしてるから、1700年ってもう最近じゃんっていう感覚になりますよね。はい。あと、アマデウス・モーツァルトのドイツ舞曲、1787年っていうのが有名だそうです。でね、これ日本語で調べても、英語で調べても、まあ、このように書いてあったんで、両方聞いてみたんですよ。聞いてみたんだけど、全然タンバリンの音聞こえないんですよね。待てと暮らせとこの、シャンシャンの音、出てこないので、あれと。これたまたま僕が聞いた音源が悪いのか、はたまたそのね、オーケストラの編成によってタンバリンを使わないものがあるのかっていうのがちょっとよくわからなかったので、これもしね、有識者の方でご存知の方、ここでタンバリン使われてるよっていうのを知ってる方がいたらね、ぜひコメント欄で教えていただけると助かります。はい。で、それ以後はですね、まあ、有名なところで、くるみ割り人形とかね、カルメンとかでタンバリンがよく使われています。で、一方、ポピュラーミュージックの中でこのタンバリンが使われるようになったのはどういう系譜かというと、やっぱりアメリカです。で、今のアメリカになる前、もっと昔、おそらく1500年以降、植民地時代の時にヨーロッパからアメリカの方に持ち込まれたんだと考えられます。で、記録に残っているところだと、さっき言ったですね、クラシックでこのタンバリンが使われ始めたのと、ほぼ同時期にですね、アメリカの方でミンストレルショーっていうね、顔を黒塗りにして、まあ、ちょっと黒人を、バカにするような、まあ今言うとね、すごいセンシティブなところなんで、ぜひミンストレルショーで検索してみていただきたいんだけども、まあそういう、ショービジネスっていうか、パフォーマンスの中でこのタンバリンがよく使われていたということです。で、そこからアフリカ系の黒人たちの間にもね、タンバリンが渡りまして、特に教会音楽、ゴスペル音楽の中でこのタンバリンを使い始めたことによって、そのね、黒人音楽とこのタンバリンっていうのがすごく密接な関係になってきます。で、黒人音楽がどんどん進化していく過程で、まあ、ブルースだったり、ジャズだったり、リズム&ブルースでね、どんどん発展していく中でもタンバリンはずっと使われていました。で、特筆すべきはですね、1950年代のモータウンっていう、まあ、レーベルだったり、ジャンルの名前なんですけれども、アーティストで言うと、マーヴィン・ゲイとか、スティービー・ワンダーとか、シュプリームスとかね、ジャクソン5とか、今でも有名だと思うんですけども、まあ、そういったアーティストの楽曲の中で、まあ、特にたくさんタンバリンが使われた、主要な存在として使われたことで、まあ、一気に有名になったというか、まあ、世界中に広まったという、経緯があります。で、1960年以降は黒人に限らず世界中のアーティスト、ロックポップスのアーティストが楽曲の中にタンバリンを使うようになったと。はい、ビートルズなんかもね、結構タンバリンが入っていることで有名ですよね。で、その頃からですね、この皮がついている。さっきからこう何気なくね、このタンバリンを持ってますけれども、まあ、ずっとこれ、タンバリンって言ったらね、まあ、皮が張ってあって、この鈴がついてる。形状のものを使っていたわけなんですけれども、この皮がね、ついに外れます。はい。で、ついにこういうスカスカな状態。こういったタンバリンが使われるようになります。このことをちなみにね、ヘッドレスタンバリンと言います。このヘッドレスになった経緯、まあ誰がこの形を使い始めたのかっていうのは、まあ正直定かではないんですけども、まあおそらく、推測するにね、この皮付きのタンバリンっていうのは、まあ、シンプルにね、ちょっと重たいですから。例えば、その、ポップスなんかの楽曲なんかでこう、振るのにはなかなか辛いと。まあ、持ちづらいし、重いし。そういうのはこれ取ってしまおうと、いうことだと思うんですね。あとやっぱこの皮の音。これが、まあ、当時そのドラムをもう使ってるわけですから、ドラムの、ね、スネアとかタムのサウンドと、まあ、役割が被ってしまうので、役割分担するためにこの皮を取ったのではないかなと推測できます。ちなみにこういった形状のタンバリンのことを日本ではモンキータンバリンと言ったりします。聞いたことあるでしょうか？ただね、実はこれ日本でしか通じません。世界的にはヘッドレスタンバリンですね。おそらくなんですけれども、一番最初に、日本で売り出した楽器メーカーがですね、猿でも叩ける楽器ですということで、モンキータンバリンと名付けたのが由来だと思うんですけども、これはね、ちょっとひどいネーミングなんで、僕はあんまりモンキータンバリンって呼び方が好きじゃないんですけども、本来の呼び方としてはヘッドレスタンバリンです。はい、というわけで今回はタンバリンの歴史の紹介でした。それからね、カラオケとか学校でタンバリンを見かけたら、あ、4000年の歴史がある楽器だと思って見ていただければと思います。はい。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報発信をしています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやっておりますので、チャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。